初めましてなんですけどね、なんかこの TikTok のアカウントが、あ、絶対この子ですね、この子かな、フォロワー数も多い、それなりにでも結構ね。え、お名前ちょっと改めて。ミナです。ミナちゃんね、ミナちゃんすごいですね、すごいすごい、今日はっちゃけてますね。ちょ、確かにまだちょっと暑い時期ですけどね、すごい。ちょっと周りの目とか気にならないですか？周りの目、うん、ちょっと気にしない。気にしない。見られてもなーって思いながら、はい、気にしないとか。なるほどね。見られるのは好きですか？ちょっとじゃあここでするのもあれなんで、めちゃくちゃ美人です。そうですね、めちゃくちゃ美人&、いやなんかでもミナちゃんがこうイケメン好きだって僕聞いてたんで呼んだんですよ。え、イケメンを。そうなんですよ、イケメンのキャラクターに。ないです。マスクお願いします。イケメン見つけた。え、僕は知ってるんですけど、なんかミナさんの職業とか聞いてもいいですか？TikToker なんですけど。あ、職業がもう TikToker の。一応、こっちですか？その割にはめちゃくちゃサービス満点でしたね。本当ですか？こっち顔、こっちじゃないの。隠そう。隠されちゃう。こんなに出し、すんごい掘り出してるのに。そう。いっぱい出してきました。暑いから。よかったら、ちょっとここでね、はい、ちょっと座ってお話とか聞いてもいいですか？はい。はい。ありがとうございます。え、女子大生？そうです。え、今って何年生ですか？今3年です。あ、本当ですか？はい。じゃあちょっとそろそろなんかね、うん、なんか就活っていうか。あ、そうです、そうです。そうですよね。こんなことしてていい？これが私だもん。なんかこう、心配しといてなんですけど、ちょっとなんか感じ、うん、え、やっぱでもなんかちょっと、恥じらいはあるんですね。ちょっと恥じらいはある。恥じらいはある。こんな格好しといて恥じらいはあるんです、ね。はい、なんかこう、学校もこういうので、学校もこういう日もあれば、うんうん、違う日もあります。へえ、そうなんだ。今日でも、うん、なんかこう何の撮影とかって聞いてます？聞いてますね。あ、本当ですか？うん、ちょっとね、なんか可愛い子、うん、その TikToker で映えてる子とかをスカウトして、うんうん、はい、なんかね、エッチな動画を撮る、はい、撮影してるんですけど、はい、聞いてます、聞いてます。あ、本当ですか？あ、うん、じゃあもう OK だと認識していいんですか？うん、そういうの。でもちゃんとこっちも動画撮りたいんで。あ、そっか。そう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 。すっごいいいとこ連れてくんで、すっごい今日ね。そう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 。映え大事。映え大事。めちゃくちゃ見られてます。ね、なんかそう。有名ですね、やっぱり。かもしれないですね、TikTok で。いると思いますよ。ね、なんか、私話しかけづらいみたいな。あ、そうなんです。気づかれているのに。うん、多分。どうすか。ね、性格この服じゃないですか。あ、確かにね。ね、目立っちゃうんです。やっぱ目立ちたがり屋なんですかね。スタイルもいいからもう完璧ですよね。言うことがイケメン。そうだね。なんか自然にナチュラルに褒めてくるよね。